優の片岡愛之助さんです。どうぞよろしくお願いします。すごく優しそうなお顔をされてますね。そうですか。柔和なお顔をされてます。ありがとうございます。小窓りとか見るとね、なんかすごいいかつい感じですけどね。男らしい感じですけど、すごく優しい感じの方ですね。山本さんほどでもないです。いやいやそんな。もうエール交換いきなり始まっちゃいましたけど。どうしようかなみたいな。あの片岡さんは、はい、すごく愛称で呼ばれる。っていうイメージが強いんですけれども。そうですか。どう呼ばれているんでしたっけ。いや僕は知りませんけど。知らないふりはしないでください。知らないことはないでしょ。ラブリン。もうそうなんですよ。もういい年なんですけどね。いやいやそんなことない。街中で呼ばれると非常に恥ずかしいですね。なるほど。あのラブリンっていうのはご自身で俺をラブリンって呼んでよっていう話ですよね。それはないですよ。歌舞伎俳優片岡愛之助さん。上品な二枚目、男の色気を感じさせる敵役、愛嬌のある若旦那まで変幻自在に演じ分けます。今年1月に挑んだ源平布引きの滝義方最後の主役木曽義方、叔父の片岡仁左衛門が復活させた片岡家にとって重要な役です。二左衛門の厳しい指導の甲斐あって迫真の演技が観客を魅了しました。義方最後の義方役、はい、大役って言われてるじゃないですか、はい、やっぱりその役をやれるってことはすごく緊張しましたか。緊張と言いますか、まあそれこそ役者として機会があればね、チャンスがあれば死ぬまで一度でもいいからやりたい役っていうんですかね。お話最初伺った時やはり、まあ、分かりやすく言いますと宝くじが当たったようなもんですね。何気なく買った宝くじが当たってたみたいな感じですね。この演目、義方最後のクライマックス、戸板倒しと呼ばれる大技です。結構後半アクロバティックなっていうかね、そうですね、感じでしたよね。はい、一番怖かったのはお稽古の段階ですね。その初めて倒された時、僕横に吹っ飛んでいきましてね、ゴローンと。それぐらい危険なんですね。あれ最初はちっちゃい襖で練習とかじゃないんですか。徐々にハードル上げていって、なんか飛び箱みたいにこうだといいんですけどね、はい、いきなり高いのでしたし、実際自分がその襖の上に立ちますと、はい、襖の高さプラス自分の身長がありますんで、本当に客席の2階と同じぐらいの目線になっちゃうんですね。それぐらい高いので、もう自分が客席の2階から落っこちるような気分になりますんで、そういうことを考えると怖くて落ちられないですね。足元見たりするわけいかないですよね。そこでそうみたいな、身を切りますんで、これを習いましたのは私の叔父の片岡仁左衛門と申しますけど、まあ、うちのお医者様曰く、そのできるだけ身を切ったらこの状態で落ちていけと。怖いから思わずわーってしたくなんですけどね。なるほどね。あと仏倒れ、はい、仏倒れは前に倒れるやつでしょ。そうですね、もうバタッと、体は死んでるんですけども、その精神だけでもう一回立ち上がってカッと目を見開いても、そのまま意識がなくなって死んでしまうので、こういわゆるこう立ったままですね、このままバタッと倒れていくわけなんですね。
じゃなんかこう避けたりすることはできないですね。避けたりしないと死んでますからね。最初はやはり舞台稽古の時は怖かったんで膝からガタッと倒れてバタバタバタッと落ちたんですけども、なんか階段にへばりついたなんか踏み潰されたカエルみたいになってて僕それをビデオで撮ってたんですけどね、あの舞台稽古、まあ、なんとかっこ悪かったことと思いまして、やはり初日はドンと倒れなきゃいけないなと。うまいことね、勢いよく倒れないと最後のその階段の下までずずっと降りないんですよ。で初日、1月の2日でしたもんで、全部初日いろいろ歌舞伎座でお芝居がちょこっとずつこうあの生中継みたいな感じであの放送されるんですけど、そこに最後のところが映るということを私聞きまして、これはやっぱり失敗すると日本全国に恥を流すわけですから、お正月からね、もう緊張しましてね、もうなるようになれと思ってやってみたんですが、やはりその芝居の流れの中で最後もう本当に死んでますからね、やはり自分がこう怖いなとかそういうことを考えるんじゃなく、もう死んでると思うと何も怖くなくなってバタッと綺麗に散れます。入り込んだんですね役に。そうですね。どれぐらいの期間役作りに費やされるんですか。大体その僕たちのその歌舞伎と申しますのはお稽古期間が非常に短いんですよ。で普通の歌舞伎以外の、まあ、お芝居に たまに僕も出していただけるんですけども、そういう場合はお芝居って大体一月ぐらいお稽古がありまして、一月興行じゃないですか。でも歌舞伎のお稽古って本当短くって、まあ、3、4日ですね、3日か4日だけお稽古しましてもう明けてしまうんですよ。ですから大体普通は1日なし2日に初日迎えまして、25か26に千秋楽を迎えまして、この27か8あたりから次の芝居の稽古を3、4日しまして初日を迎えるわけです。これの繰り返しなんですよね。ですからその3、4日の稽古では本当にもう合わせるだけという感じですね。ですからその一月がスタートしまして半ばぐらいになるともかかりますと次の役のことを考えて自分でやっていかなきゃ間に合わないんですね。全然間に合わないです。すごいテンポでやってますね。ですから常になんかもう受験生みたいに台本を持ってっていう感じですね。意外とまあお役によるんですけど、うちなら例えば片岡ですから、まあ、片岡家のその家の型っていうんですかね、やり方というものがございまして、例えば中村何がさ成駒屋さんのお家の方と松島屋の方っていうのは同じ出し物でもやり方が全然違うんですよ。ですからそれこそ道具、後ろに飾ってあります大道具から違ったりとか、それこそその役のキャラクターのいわゆるその役の同じことを言ってるんですけど全然違う人物に見えてきたりとかもするんですね。まあですけど大体僕がそのやらせていただくときは松島屋の方でやらせていただきますので、うちのおじたちに習いに行きましたり、やはり普段からそのお稽古っていうのは非常に必要なことで、あもちろんその例えば100回稽古、まあ、100回って数えるわけじゃないですけど100遍の稽古っていうのは非常に必要なんですけども、やはりお客様の前で板に乗るという、一度板に乗った方がどれだけ成長するかっていうことをすごく身に感じたこともありまして、やはり稽古の段階で何回やってもこううまくいかなかったところでも初日がパッと幕が開きまして、お客様がこうわーっといてわーっと拍手が来て、やっぱりすごいいい緊張感もあり、それでみんなこうチームワークがカチッカチッと、役者同士だけでなくお客様とのキャッチボールもできっていうことで、初日まあなんとか乗り越え、そして2日目になるとまたこうスムーズに芝居が進むようになってんですよね。お客様の前で演技をさせていただくということがやはりその階段を一歩一歩登ることと僕は感じますね、はい、平成の上方歌舞伎を背負って立つ男、愛之助さんはそう呼ばれています。上方歌舞伎とは大阪や京都で独自に発展した歌舞伎、町人たちの暮らしをリアルに描いた作品が多いのが特徴です。しかし関西では歌舞伎の上演回数が減り、俳優も少なくなっています。愛之助さんは次世代の上方歌舞伎を支える存在として期待されているのです。上方歌舞伎っていうのは、はい、東京とかで
行われている歌舞伎と全然違うものなんですか？はい、いやいやそんなことないですね。あの東京でももちろんその上方歌舞伎っていうのはもちろん上演されます。いわゆる上方歌舞伎と申しますのは和事が代表ですね。で江戸歌舞伎は荒事、大きく2つに分けますとその和事と荒事と分かれるわけですね。和事荒事、はい、はい、これはまあ和事と申しますのはその柔らかい仕草で、和事の主役と申しますのは大体なぜか、色が白くてなよっとしててちょっと女性っぽいんですよね。本当にこう力もなくてなぜかここでお金がないというのがいつもので何にもないんですよ。でそういう役をまあ突っ転ばしと通常言いまして、なぜ突っ転ばしかと申しますともうこんツンと押してもおーって倒れてしまいそうなぐらい弱な、これがまあいわゆるヒーローっていうかなんですよ。和事の髪型和事の、それに対しまして江戸歌舞伎と申しますのはスーパーマンですよね。いわゆる分かりやすく言いますと力があって百人力だみたいな感じです。じゃあ関西のヒーローはあのこれ何ですか、母性本能をくすぐるタイプが多いですか？どちらかというとそんな感じですね、はい、でまあ男女の恋愛観の話が非常に多ございまして、でいつしかそのお金がないんだけども人のお金に手をつけてその女性に入れ上げて身を持ち崩し駆け落ちという非常にそうなんです。これがね今聞くと非常にろくでもない話なんですけども、これがなぜかお芝居になるとあ分かるわーっとこうで知らぬ間に涙してるという、これが歌舞伎の不思議なところなんですよ。なんかこう代表的なセリフみたいなものないセリフですか？ちょっと言ってもらったらそうですね、封印切りというお芝居がございまして、はい、これはまあ忠兵衛という人が主役のお話でして、好きな、まあ、女郎がいまして梅川と申しまして、はい、もう自分では行かないでおこう、会いたいんだけど会わないでおこうと思って、で知らず知らずに気がつくといやもう会わないでおこうと思ってるんですけど そちらのお家へ足が向いてって気がつくとその家の前にいるわけですね、まあ、セリフでしてみますと、はい、まあ、こう川とお縁が畳山をしているがあれは一体誰を待っているのであろうな、わしじゃと思って中へツーッと入っていたらあのお縁が出てきて中さんあんた何しにおいなはったんえなんて言われても照れくさいしな、まあまあこういう時には前の尻で得て間違いがあるというものじゃが、まあまあそうでもあるまい、ちっととやっととお粗末ながら梶原源だわわしかしらんて言うて戻っていくんですけども、ありがとうございます。格好しないと照れくさいもんなんですけど、いわゆる梶原源太と申しますのは当時でいう2枚目の代表みたいな人なんですよね。ですからその現代で言いますとその、まあ、ちっととやっととお粗末ながらって、まあ、頭に手ぬぐい乗っけんですけどね、はい、とやっととお粗末ながら山本太郎はわしか知らんっていう感じですねもう感激ですもん、登場させていただいただけでちっととやっととお粗末ながら梶原源太は松戸へわしあの大阪にお住まいなんですよね。そうですね、それで歌舞伎をやってらっしゃる俳優さんというのは、はい、本当にごくごくわずかだというふうに言われているんですが、はい、昔はたくさんおりましたんですが今はほとんど東京に移られて、少ないですね。あの、まあ、うちの父の秀太郎やあと、竹三郎さんって方と、はい、まあ新社さんって方と本当にもう数えるぐらいしか、住んでいる役者はおりませんね。あの公演自体は東京の方が多いんですか？はい、あのそうで僕もお仕事自体はやはりその都市によって違うんですけど、半分以上は東京ですね。いつもあの東京に来るときは自分で車を運転して東京まで大阪から車で来るんですよ。ロングドライブですね。かなりロングドライブなんですけど、でその、道中の間でセリフを
の練習をしたりセリフを覚えたりしますので、結構もう東京へ着くと声がガラガラになってたりもするんですけど、街走ってまして、たまにすごい信号とかで止まるとこっちを見るんですよね。あれなんかおかしなことになってんのかななんて思うと、窓が少し開いたりして非常に恥ずかしい思いをすることが多々ありましたけど。東京に住むおつもりは、東京に住むつもりは僕はないですね。やはりその上方歌舞伎というものを僕は非常に大好きですし、大事にしていかなきゃいけない人間ですから、住むところは大阪、一生大阪は離れないと思いますね、はい、僕はやはり生まれて育った町なので、東京の方はどう思われるか分かんないですけども、非常にその人間臭い町なんですよね、そういうところが僕は好きで、やはりそういう匂いとかそういう雰囲気っていうのを大事にしたいですし、ですから大阪は離れたくないですし、帰りますとやっぱりホッとしますね。あの愛之助さんが大阪にお住まいになって守ろうとしているものっていうのは何でしょう、はい、守ろうとしているものですか、何か大事にしようとしているもの。その髪型の芝居ですね。別にそんな大それた僕が守っていけるわけじゃないんですけども、やはり東京では歌舞伎座が毎月12ヶ月空いてるわけじゃないですか。常に歌舞伎をしてるんですよね。ですからその大阪でも毎月歌舞伎が開くようになればいいんじゃないかなっていうのが僕のそのまあ大きな大きなその夢みたいな中の夢ですね。片岡愛之助さんは歌舞伎界とは全くゆかりのない家庭に生まれました。家の周りはダンプカーの出入りが激しい工場地帯。外で遊ぶことを禁じられた愛之助さんは、家の中で妹と遊ぶおとなしい少年でした。父俊明さんはそれを心配し、愛之助さんを芸能事務所の子役のレッスンに通わせることにしたのです。あの5歳の時から子役をされていたんですよね、はい、そうですね。あの舞台やテレビドラマに出演されてたということなんですが、はい、初めてのお仕事覚えてますか？初めてのお仕事はテレビですね。テレビ、欲しがりません勝間ではという NHK の、はい、それにちょこっと出していただきまして、すごく何を覚えてるかって言いますと、はい、子供心になんか半日ぐらい待ってたっていう待ち時間がすごくね長かったんですよ。やっぱりその撮影で押したりするじゃないですか、で僕ら子供だからその押すとかなんとかっていうのわからないんで、ただひたすらもうなんか子供同士で遊んで、もう遊びくたびれた頃にこう撮影に入ったんで、いい感じに緊張もほぐれ何をそこでしたか覚えてらっしゃいますか？なんかタコ持って走ってましたね、ビューって。そんな感じだったような気がしますけどね。実はですね、スタッフの方に探してもらいました、ありました、はい、これはレアな映像ですよね、ちょっと見てみたいと思います、はい、すごいこれえ今出ていたどの方ですか？ここにこう通っていたからあの一瞬なんですよ。あの早めに言っていただかないと、あ、すいません見失ってしまうので どの子だったかっていうのは、これもう一回見せてもらってもいいですか？スローモーションになりました。スローモーションですここですね。あ、かぶってるかぶってる、あ、出ましたね、この子、はい、懐かしいってか僕初めて見ましたよこの映像恥ずかしいな、いましたねそこに。これあの感想を求めるというのもなんなんですけれども、はい、当時の映像をご覧になってどういかがですか？いやいやもう本当にお蔵入りにしてほしいぐらい恥ずかしいですいやでも記憶があるんですねやっぱり当時のこと。そうですね、プツプツとですけど、そして、はい、8歳の時に、はい、歌舞伎でデビューされる、はい、そうですね、お写真出てきましたけれども出てきましたね。これ何の役だったんですか？
源屋棚と申しまして、いわゆる音見与三郎のお芝居ですよね、こう提灯を持って出てきてまた引っ込むっていうだけの役なんですけどね、これがまた非常に難しくございまして、その提灯を持ってくるんですけど、そこ石ころがこう置いてあるんですよね、はい、別に決まってあるもんじゃないんで、日々いろんなところで置いてありますん で、で子供ですから小さいからその足が乗っかっちゃったりするともう大変な、自分の中では大変なことなんですね、でもその位置とか結構なんか難しかったような思い出がありますね。出るタイミングとかは教えてもらうんですか？そうですね、はいって言っていただけるんですけど、そのスピードとかわからないじゃないですか、子供ですからね微妙に速くとか遅くとか。でも今さっくりですね、あのテレビ俳優から歌舞伎の世界にっていう風にそんな大層のものと違うんですよ簡単に話は進んでいきましたけど、でもやっぱ歌舞伎っていうとすごく敷居の高い感じがするんですけど、そのようにあのすんなり移行できるもんですか？あの歌舞伎ってご覧になったことあります？はい、あります。ないんです。ないんですか？こんな愛之助さんに散々話聞いて、いいんです、いいんです、すいません。でも僕の友達でも結構そういう人多くって、でやはりその先ほどおっしゃいました敷居が高いって、そんな高くないんですよね意外と。一度行ってみると、あのあこんなものなのかとか、よく歌舞伎ってあの何を言ってるかわからないみたいなことを思われるかもしれないですけど、大体そう思ってらっしゃる方は見たことない方が多くって、一度見ていただけると本当にあの歌舞伎ってわかりやすいんですよね。ですから一回見てくださいよろしくお願いします、はい、でまあその自分のその実家の親も見たことなくって、あの歌舞伎って顔に白く塗るっていうぐらいの知識しかなかったので、こんな歌舞伎の舞台に出させていただくことはめったにないから出ときなさいと言われまして、本当に記念程度にこう出していただいたようなものなんですよ。歌舞伎の、まあ、舞台、はい、まあ、舞台裏もあるでしょうけれども、はい、何か最初にこう体験したところで印象に残っていることってありますか？やはり一番最初に僕は不思議だなと思ったのは、その普通のお部屋へ挨拶行くと、まあ、いわゆるおじさんなんですね、おじさんがまあ座ってまして、その方がお化粧をして衣装をつけて頭をつけますと本当女の人に見えるんですよ。で子供って正直じゃないですか、綺麗なものは綺麗、そうじゃないものはそうじゃないって口に出してよく頭叩かれるじゃないですかそんな感じなんですけども、そういう子供でしたけど、あ綺麗って思わず言ってしまう、だから本当に綺麗かったんだなと思うんですけどね。いやすごく不思議で、その綺麗な女性と思ってる方の口から、あおはようってこうおっちゃんの声が出るわけですね。その僕は非常に不思議で、何なんだろうこの生き物はみたいな、本当に未知との遭遇みたいな感じで、女方さんに非常に驚いたことと、やはりあの舞台装置がすごく綺麗、あと衣装の美しさっていうんですかね、そういうのに惹かれましたね。うん、夢の国へ来たって感じですね。でおもちゃがいっぱいある感じですね、舞台裏とか楽屋の中に。いつ頃からこう歌舞伎俳優になりたいと思い出したんですか？気がつくとですね、あのよく将来の夢ってあるじゃないですか、書かされる、はい、そこにもなんか立派な歌舞伎役者になりたいみたいなことを書いてたらしく、ですから知らず知らずにその歌舞伎役者になりたいと思ってたみたいですね。やっぱりそのそれまでに体験したドラマだったりとか、そういうところとは全然違う歌舞伎に対する魅力を感じていたっていうことですかね？そうですね、不思議なことに、ですからあの、そのテレビに出て俳優さんになろうとか、例えばほら歌を歌って歌手になりたいとか、そういうのはなかったです。なんか歌舞伎が好きでしたね。愛之助さんは9歳の時、13代目片岡仁左衛門さんのもとに弟子入りします。毎日稽古に熱心に取り組み、舞台を心から楽しんでいる姿が認められたのです。しかし血筋で役が決まる面のある歌舞伎界、弟子になっただけでは同じスタートラインに立ったとは言えないのが現実でした。19歳、転機が訪れます。13代目仁左衛門さんの息子で自分を見出してくれた片岡秀太郎さんの養子となったのです。6代目愛之助を襲名。
容姿プランっていうのはご自身の中ではないですよね。全然ないですね。本当にびっくりしましたけどね、最初容姿って何なんだろう、はい、どうなんのかなと思いまして、すごく想像はつかなかったんですけど、やっぱり一番困ったなと思ったことは、その秀太郎のことを今まではその師匠、まあうちの世界ではその旦那とか若旦那って呼ぶんですけど、はい、と呼んで草履を揃えたり着替えの手伝いをしたり、いわゆるお師匠さんですよね、お師匠さんと思ってた人を明日からお父さんって呼びなさいって言われてもなかなか呼べないじゃないですか。そういうあたりから非常に苦労しましたね。で、まあ、何かにつけて慣れないから、まあ、とりあえずこうじゃあお父さんどっか行きましょう、お父さんなんとかって言ったら、あんまお父さんうるさいって言われまして他に何が変わりましたか、養子になって。例えば舞台のお役ですね、役とかですと今までだと、まあ、お芝居の中で後ろに並んでいる8人の中の1人とか、パンフレット番付の中では例えば腰元とか中井、名前がないわけ、1,2,3,4 みたいな感じでずっと「どう?」って書いてその中の1人だったんですけど、いただくお役がその、まあ、役名もつき一個人として演じなきゃいけないっていう難しさですかね。その演じるっていうその、うん、なんでしょうね、スタンスの違いですね、はい、うん、今度は愛之助になるとお客様へ自分をアピールしなければいけないわけなんですよ。出てきて私は何がしの何がしだってこう正面切って言うんですけど、そういう芝居の仕方って今まで習ってないわけじゃないですか。ずっとこう控えめで人より一線後ろにいてこうスッと座ってるだけの役だったので、この芝居の仕方が全然違うので、そこに非常に戸惑いましたね。180度変わったっていうのに近いですよね。もうそうですね、なかなかそういうのって身に染みついたもので離れないっていうんですかね、うん、でもこれってどうやって自分を出していくようにするわけですか。わかりませんね。もうなんかやはり経験じゃないですかね、数舞台の数をたくさん踏んでいくしかないことだと思いますね。基本的には自分のやってる役を前なさった先輩に習いに行くっていうんですかね。そうなんです、やはりその、まあ、今は本当に便利になりまして、ビデオというものが記録で残ってるんですけど、このビデオを見ただけでは何をやっているのか、例えばセリフとセリフの間に3秒ほど間がある、ただ黙ってるだけしか見えないじゃないですか。ですからこの間は何を考えているのかとか、それはやっぱり芝居をした人じゃないとわからないので、やはり先輩に伺いに来まして、それで事細かに教えていただいてっていう感じですね。名前を継ぐっていうことに関する、はい、気持ちのなんか持っていき方っていうのは何かありましたか。そうですね、やはりその松島屋という片岡家というところへ入れていただいた、はい、ね、どこの誰ともわからない僕を本当に入れてくださったわけですから、僕は本当に寛大だなと思ったことと、あとはやはり感謝ですよね、ありがたいな。このレールに乗せていただいた以上はやっぱりこの家の名に恥じることのないよう精進していきたいなと、また改めて気を引き締めたっていう感じですね、うん。愛之助さんがまず注目されたのは女形でした。清らかで透明感のある演技が高い評価を得たのです。やがて源氏物語の夕顔、小栗半顔物語のてるて姫など次々と大役に抜擢されるようになります。しかしそんな中、愛之助さんは一つの決断をして周囲を驚かせます。女形を辞め立ち役としてゼロから出発することを宣言したのです。いきなりその今まで女形やってたのをこう立ち役に変わるってことで、なんか不安みたいなものなかったですか。ありましたね、それは、うん、立ち役しかしないってことになると非常に役が限定されてきますし、うん、それなりに困ることもたくさんありますけど、やはりそう決めた以上は自分でもそのセリフが例えばなくても何にでも出ますっていうお話もしたんですけどね。立ち役をすることを決めてよかったなと思った時って
どんな時でしたか？仕事があったっていうことですね。僕仕事がなくなるかと思いましたね最初は。やはりひょっとして仕事がなくなるかもしれないっていう不安な気持ちを抱えつつ、でも立ち役やりたい。どうしてそこまで立ち役やりたかったんですか？女方は別に嫌いで辞めたわけでもないですし、僕辞めたつもりもないんですよ。昔は基本的にどんなあの役者でも女方、若い頃は女方をして立ち役になっていく、またもちろん女方のままでもいますし、両方だいたい髪型の方は両方演じるということが基本みたいな。でその女方を経験するので立ち役になった時にその男の色気が出るっていうことが一つと、あと女方のその扱いが自分が女方をしてるから分かるじゃないですか。でまあ今しばしはその立ち役を勉強したいなと。やはり髪型の役者である以上はまあ欲張りかもしれませんけど、将来はその女方と立ち役両方できるような役者になりたいなと思ってます。歌舞伎の世界に入ったきっかけはもともとその演劇をする劇団に入って、はい、でいろんなお芝居も経て歌舞伎の世界に入っていって、はい、で養子になって、はい、で今にいた。その積み重ねがとても偶然というとあれですけれども、本当にこう出会って出会って出会って今に至るというような風に思えるんですけれども、うん、愛之助さんはどう感じていらっしゃいますか？そうですね、まあ、そういうと非常になんか素敵なんですけど非常に僕は運が良かったなと、うん、思いますね。周りの環境に恵まれてたということが一つと、やはり周りの人々に恵まれてたということが一つですよね。それでいてその中で歌舞伎に出会えたって、本当になんか出会うべきして出会ったというか、うん、なんかそういうふうに導かれた、霊的なことはよく分かりませんけどね、なんかそういうふうなものを、うん、感じたりするありがたい瞬間なんかもありますね。やはりその歌舞伎をずっとやっていらっしゃるお家に生まれて、で歌舞伎役者になっていくっていうその進み方と違いますよね、きっと。なんか、うん、たくさん新しい体験をされて、はい、その世界に入っていかれたんだと思うんですけど、うん、やはりその歌舞伎のうちに生まれてないっていうことね、まあ、もちろんそうなんですけど、やはりない、その方たちにはあり僕にはないものがありっていうものももちろんありますけど、でもその中でそういうふうないろんなお芝居のこととかも周りのもちろん父をはじめ大先輩方いろいろなことに方々に教えていただき、うん、その中に生きていける幸せっていうのを日々感じてますね。緊張しませんか？なんか。では僕に質問のある人と。ありがとうございます。その方が早かったんで、そちらのピンクの。普段車の中でどんな音楽を聴いていらっしゃるんですか？そうですね、最近って僕昔から好きなんですけどね、いろいろあるんですけど、ビーズが好きでビーズの音楽を聴いたりとか、あの芝居のテープっていうんですかね、稽古で録音したものがかかってたりしますね。ビーズってどんな曲が好きですか？あ、そうですね、最近出したアルバムで僕は衝動っていうのが好きですね。昔の音楽とかは、はい、あの10年前ぐらいのビーズとかは聴きますか？あ、もう好きですよ。ファットコミュニケーションとかアローンとか好きですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。振りとか立ち位置だとか、あと目線っていうのは、あの覚え方とか、あとコツとかっていうのがあったら教えていただけますか？あ、そうですか。やはりもちろんお稽古っていうのは大事なんですけども、まあ振りはその自分のお稽古、いわゆる自主トレですよね、しかないですし、立ち位置はその、行く先々の劇場によっても寸法が違いますから、全部現場へ行ったときですね、その、現地へ行って、
稽古で、もう体で覚える感ですよね、うん。しかないですね。あと相手の役者さんの出方にもよりますし、毎日ハンデついたように同じことってできないですし、逆に同じことをするってのもつまんないですから、やはり毎日新鮮な一日終わるとリセットを押して、また新しい感じでこう演じるっていう感覚ですよね。そういった意味ですね。ライブ感のあるっていうか、生の舞台っていうのは、怖いっていうこともありますけど、やはりそこで楽しさが生まれてきますし、お客様ももちろん毎日違うわけですから、例えばそこで普段は笑いや拍手があるのに、その日は全くなかったりすることもあるんですよね。でも、そういうことを気にせず、やはりお客様とも、もちろん役者同士のキャッチボールもし、お客様ともキャッチボールもするわけですから。すべては、その、現場ですね。舞台で、体で覚えていくっていうことでしょうね、僕は。ありがとうございました。ありがとうございました。今愛之助さんは100年近くも上演されることがなかった作品のリメイクに取り組んでいます。共演は市川染五郎さんです。ちょっとね、忙しいかもしれないな。あ、今日ねやってみた。だ、早く行けるかもしれない。あんなもんかね、ノリって。一番最後、一番最後にもっとじゃあ、たっぷりしてから感想の間で戻ってくるから。どういう次第、そう、今ね、これをね、2回返してんだけど、うん、こっちだけでもいいかなってちょっと思うんだけど、やってみんの。ここら辺まで、わかりました。あまりにも中間が見えちゃって、あの、短冊入れるとこがここら辺ですか。紙より10月2日、初日。愛之助さんが演じるのは美少年印南一馬。染五郎さん演じる大川智右衛門に見初められます。袖に汚れが。愛之助さんの演じられる役柄が、はい、染五郎さんに見初められる役っていうのを読んで、すごくもう、もうそれだけでドキドキしちゃうんですけど、まあどう言えばいいんですかね。修道っていうのは昔からございまして、修道っていうのは男同士の愛の話なんですけどね。これをまあ現在で言いますと、女の子、ね、若い女の子の間で流行ってまして、BL っていうんですよね。僕全然、ね、知ってますか。知らないです。ほんまですか。はい。ボーイズラブっていうジャンルがあるんですよ。あるんですって。はぁ。BL 大好きっ子が集まるわけですね、今回。いやっていうわけじゃない。まあそうなってもいいんですけどね。で、まあそういうジャンルに属するみたいな、まあ、お話もあり、まあ一番最後に大火事になるんですけどね、舞台は。これ昔のあの、その書物を読んだりお話を聞かせていただいたりしますと、本当に体に火の粉を振りかけて花道をわーっと走って出てきたりするんですよね。えらいことなんですけど、103年前にそんなことが行われてる。あ、そうなんですよ。ちょっと芸人さんっぽい。しかも若手ですよね。あ、そうなんですよ。面白いですね、今の。初めて聞きました。確かにそうかもしれませんね。でもまあ今そんなことしたらえらいことになりますんで、やはり。でもそれはそれで、あの、ダイナミックに、まあ、大スペクタクル、いろいろ考えてるところなんですけどね。大阪という地で上映される、これっていうのはどんなお気持ちですか。僕は非常に嬉しいですね。その
いろんな復活狂言っていうのはありますけども、やはりその髪型で元はね発祥したお芝居がどんどん流れて、あまりというか、その僕らのいわゆる祖父の時代はすごく低迷してしまってたわけですよね。上方歌舞伎というものが大変な時代を迎え、そして今ようやくまたこう少し上ってきたわけですから、これを大事にし、もっともっと歌舞伎をご覧になっていただいてない方にも見ていただいて見ていただいた上でつまんないなと思うのは結構なんですけど、やはりね食わず嫌いというか、その見る前につまんないというのは僕はやめていただきたい。ぜひね一回でも見てください。今日お話を伺ってきて、はい、大阪という土地、そして上方歌舞伎をとても大切に思っていらっしゃるということを感じたんですけれども、歌舞伎俳優としてどんな役者になりたいですか？はい、必要とされる役者になりたいですね。ご覧になるそのお客様が例えばこの役は愛の好きやないと見たないなみたいなことをお客様に思っていただけるような役が見つかれば、本当にそれが幸せですよね。やはりその髪型に必要な役者となりたいというのが、まあ、夢であり希望でありというところですね。じゃあそのためにきっともっとたくさんの役を経験される。そうですね、大事なことなんですよね。はい、今日伺っていて、なんか結構こう母性本能をくすぐられるというか、なんかこう頑張れって肩を叩きたくなる、なんかそういうものって見に行ってみたいなって。ぜひ見に来てください。はい、本日のゲストは歌舞伎俳優の片岡愛之助さんでした。ありがとうございました。We'll be right back.